どうも、影やんです。今日は2021年5月25日火曜日の朝になります。朝の空、快晴ですね。快晴ということで、今日はなかなかいい感じですね。気持ちよく晴れてるというところになるかなというふうに思います。ということで、いつものように、野菜を見ていきます。今日はちょっと光がこうしっかり当たってる感じ、これ分かりますかね。光が当たっているという唐辛子になります。こう葉っぱがこう立派にいろいろ増えてきていますね。順調に育ってるんではないでしょうか。こちらも結構こう立派にこう、ちっちゃいこう葉っぱがまた増えてきているということで、育ってきているんだろうなというふうに思います。そしてこちらがキュウリになります。キュウリもね、結構葉っぱがちょっと増えてきてますね。その肝心な実はまだですけども、あ、この辺とかちょっと関係あるんかな、これどうでしょうかね。ちょっともうちょっと様子を見ないとわからないですね。でこちらの唐辛子は、花が咲いている状態ですね。うん、で、あ、上の方にもこうちょっとこうちっちゃい葉っぱがこう増えてきているんで、こう育ってきているのかなというふうに思います。そしてナスはそんなに変化がないかなと。こちらもあんまり変化がないかなというふうに思います。ちょっとこれ葉っぱがね、結構大きくなってるかなというふうに思います。でこっちが、キュウリ。キュウリはどうでしょうかね。そこまでちょっと葉っぱがこういうのこう出てきてる感じはありますけども、そこまで変化がないかなというところで、これからがね、どんどんこう実が出てくるとこう面白いんですけど、今のところそういうのがないんで、もうちょっと待ってみようというところですね。ということで以上となります。今日はいい天気なんで、張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。